森山修一郎です。私が子供の頃はハンセン病は雷病と言われました。たまたま僕の仲の良かった友人の家の隣の家からこの病気にかかった人が出まして、空気伝染じゃないかって言われて、それでそのうちの前を通る時は通学路でしたけど、息を止めて走って通過したものです。しかし今は正しい治療をすれば治る病気になりました。差別や偏見のない世の中にするために、人を思いやれる社会になればいいなと思います。 Think Now ハンセン病。